っぱり個人個人のベストを尽くしきれていないと思うので、寝る間を惜しんでやる努力っていうのは大切だと思うし、一人一人が一生懸命やるようにしてください。はい、以上はもういいって思えるぐらいまで突っ走りたいですね。この先はどうなるか分かんないけど、今やるべきことをやらないとみたいな。自信はないですね。自信はないけどチャレンジはしたいですね。10年後、変わんないでいたいなと思います。いろんな意味で。その時も AKB があればいいなとは思います。ドキュメンタリー・オブ・ AKB48 To Be Continued。 10年後、少女たちは今の自分に何を思うのだろう。